服装ですよね。この気持ち悪い T シャツ、それを触ってもらってどんだけ改造して、まあ、女の子が見ていいなって思うようにしてあげてもらうことって可能ですよね。おお、こちらハッスル信用が売りだ、純度 100% ヒップホップパック。こちらハッスル信用が売りだ、純度 100% ヒップホップパック。はい、どうもひろきチャンネルです。アイランドです。はい、どうもこんにちは。さあ2回目ですよ。この前ね、うちのコニちゃんが、うちの言うてもったコニちゃんがね、ちょっとまあ渚くんに触ってもらってかっこよくなったんで。そうですね、はい、あとはね、服装ですよね。この気持ち悪い T シャツ着そうじゃないですか。アイランドアイランドか、気持ち悪くはないです。だからそれをね、ちょっとね、触っていって、はい、まあ僕はちょっとファッションセンスないですけど、うちのカメラマンのゆうひがね、ファッションセンスあるんで。なるほど。はい、ちょっとそれを触ってもらって、どんだけイケてる子に近づけるか。元がイケてるっすけどね。まあまあ、元はね、元はだいぶイケとるけど、ね、もっとイケていないと、やっぱひろきチャンネルってイケイケのメンバーが多いから。なるほどなるほど。やっぱメンバーに負けちゃうんでね。そうですね、はい、負けないように。それを取っていって、男前にして、はい、もうあとはモテモテ人生を味わってください。あなたモテるんすか。え、モテたことあるんですか。もちろんっすよ。 I love you, I wanna love you tender。 まあじゃあそんな感じでやっていきまーっしょい。はい、ということで雨村にやってきました。やってきましたね、雨村。部屋で野良猫ぐらいついてるどのタイミングで出た野良猫か思った。まあ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 、まあ、はい、ということで、ね、猫なんでね。なんてやってシャゴにして、ね、あ、そうやな。あのね、ほんでね、初めて僕もアメ村にちゃんとこの撮影できましたね。はい、はい、結構アメ村で来る。いや、僕もあんまり来ない。なんかまあ、うちの家はこれ見た感じも片方の靴が違うぐらいおしゃれじゃない。おお、すんごいわ。行き切ったおしゃれでしょ、片方の靴が違う、うん、確かに、はい、ということで、じゃあゆうひにちょっとこんにちは男前にしてもらおうと思う。そうですね、野良猫いっぱいいますもんね。そう、だからまずはお店をどこかね、なんかちょっといろいろ探していこうと思います。まあまあまあ、じゃあ行きましょう。野良猫探していきましょう。どこがいい？おしゃれなれんの？ちゃんと。いや、元からおしゃれっす。え？元からおしゃれっす。おしゃれなんよ。はい。まあまあ、でも。はい。結局やっぱ夢ある人間にならなきゃ、こうやって YouTube やっとうからさ。そうですね。まあ、僕みたいな。そこにちゃんみたいな地位牛がさ。地位牛？チー牛がさ、はい、今妖怪やけど見た目がチー牛ね。ちょ、はい、全チー牛や全牛やん全部のチー牛を、うん、あっした、はい、まあ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 やけども、まあやっぱその男前なって、はい、とか、まあ、女の子との交流が増えてとか、はいはいはい、なんか夢与えれるようなひろきチャンネルを通してね。そうですね、こうチー牛に夢与えれるような人間になればいいなっていう。そうですね、まあ見た目だけですけどね、チー牛は、うん、いや、まあまあ全牛やはい、ということで、まあちょっとね、僕らいろいろ歩いてみたんですけど、分かんなかったんで店員さんに頼みますで、撮影協力してくれるのはこのスピンズ。はい、スピンズ、ありがとうございます。お値段も安くておしゃれなもんが、なんかちょっと今さっき撮影協力してお願いしたら全然 OK ってことなんで、はい、まあ、ぐらいかね、僕ら宣伝する意味もないんやろうけどまあちょっと女の子にモテないと意味がないんで。そうなんです、そこなんですよね。そこなんで、やっぱ女の子にモテるために、じゃあ女の人に選んでもらおうと思う。女の人目線のかなり束で出てるで一本動画越してまだ出てる。 I love you, I wanna love you tender。 はい、ということで撮影協力してくれるビズの店員さんです。はい、で、お願いがありまして、はい、まあ、男前そうなんですよ。それをちょっと、まあ、今風というか、僕もちょっとファッションあんま分かんないんで、ちょっと改造して、まあ、女の子が見ていいなって思うようにしてあげてもらうことって可能です。ありがとうございます。よかったね。さっき何から見たい？なんか、雰囲気とか、どういう感じですか？今の、雨村とかどんな感じですか？あー、今、ストリート系とか、ネクタイ使った、ちょっと、ヴィンテージ系とか。ヴィンテージ系あるじゃない？ストリートじゃない？まあ、ストリップですからね。だから、その、I love you, I wanna love you tender。今、清潔感を出してきた。そうです、髪の毛をちょっと切って、あれだ、もう目キュンキュンしてますもんね。迷惑かけるのは違うんですか？ということで、あの、ヴィンテージネクタイ使った、はい、やっていきます。お願いします。お願いします。
はい、はい、ということでネクタイから。ネクタイってすごいな、こんなん選んだことない。めちゃくちゃ種類ありますね。はい、これに合わせて派生させていく感じですか。そうです。なるほど。何色系がいいですかね。まあ、おすすめとかこういう結構派手めな馴染め感の、なんかシャツと合わせた時馴染みやすい感じの。なるほど。どうですか。それってさ、魚とかの持ち方じゃない。え、ネクタイってこうじゃん、合わし方。あ、そうなんですか。そうだ。あ、じゃあ初めてで、ね、すいません、ついついつい。あ、これにシャツを合わす感じですか。シャツ合わせて、まあ、できたらベスト。ベストか、フィッシングベスト。そんな流行ってんの。 I love you, I wanna love you tender。 へー、釣りにも行けちゃう、ね。釣りに行っても知らないけどな。今女の子でもネクタイしてるんですか。してますね、結構。じゃあまずこれにしよう。これで、あとはシャツ行きましょう。シャツ、オッケーです。このネクタイにあのシャツ。そうです、このネクタイ、これほとんどラルフローレンのシャツで、色味で合わせたいみたいな感じで、今やったらちょっとグリーン、パーティーっぽい。おー、おしゃれおしゃれおしゃれ。 I love you, I wanna love you tender。 いや、ゆったりやん。これでいこう。これでいきます。結構長い。どうですか。これってこういうもんなんですか。裾折ってもらって。あ、折るんですね。そうしよう。可愛く履いちゃう。でもこれでだいぶ変わるっすよね。そうです。上カッチリ、下ダボットみたいな感じがいい、うん、いいんですか。へー、なるほど。カッチリすぎてもできたような通知感が。なるほどなるほど。なるほど。もうこんぐらい。おしゃれアイテムって言ったら。靴は売ってないです。ベスト、フィッシングベストや。フィッシングベスト、フィッシングベストっすよ。フィッシングベスト行きましょう。一番重要な。ほんまにこれ、これいけます。これいけると思います。これでほんまにフィッシャーならないですか。これ可愛い。可愛いですか。可愛い。あ、でもこれ女の子受けを目指してるんですよ、はい、そうですね。そうそう、俺らがやっぱ何言ったってそれは男の目線やから。そうですね。お姉さんテイストもいいっすよ。こんな真剣にさ、女の子が選んでくれてめっちゃ嬉しいやな。そうですね。デート気分ですよ。ほんまデート気分よね。店員さんの、なんて素の声出たもん。I love you, I wanna love you tender。 これですかね。あ、それやね。これでいきます。それでいきましょう。フィッシングチャンネル、フィッシングチャンネル。お願いします。プレゼントします。ありがとうございます。お礼したら、お兄ちゃん、お礼したら。お礼してよ、お礼してよ。お礼し、あ、ありがとうございます、ひろきさん。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。口いった。口いった。マスクしとってよかったね。ね、マスクしとってよかったね。俺が一応びっくりしてる。はい、領収書ください。なんで慣れてきたっすね、こっちゃんの、こっちゃんの、ね。だいぶ慣れて、だいぶ距離が縮まってきました。 A コンビや、 A コンビやわ、ね、名コンビですね。それで A コンビやったら終わりよ。このチャンネル終わり。あれよね、コニちゃんにモテてもらう企画なんで。大丈夫かな。まあ元があれなんでね、おしゃないっすよ。元がかっこいいね。赤ですか。あ、え、ほんまにだ。美的センスが疑う一言が出たね。綺麗。まあまあ確かに。生活感が綺麗ですよね。いや、もう女性から見て大事なところですよね。一番。ちゃんとご飯行けます？全然。おお。男としてはどうなんですか？友達って感じ。はい。それは最初に男として見えないね。はい。さあ、こにちゃんの用意ができました。こにちゃん。はい。もう行ける？行きます。じゃあちょっとこんにちゃん登場していただきましょう。こんにちゃん。はい。おー。はい。おー。汗だく。よくない。
いや、いいっすよね。サイズ感とマッチしてるわ。こんな服とか初めて。初めてですね。めっちゃいい。こんなん、俺とか嫌い。めっちゃおしゃれじゃん。おしゃれですね。ネクタイとかね。YouTube 出てもおかしくないですもんね。うん、お姉さんポイントはど、なんかどこなんですか。ポイントは、うん、ネクタイとその配色ですか、色味。なるほどね。緑とベージュ。すげえ一気に変わるもんやね。ちょっとこう、はい、カジュアルなネクタイを取り込んで。はい、これで次はまあやっぱ本題はね、女の子と。痛そう。ご飯だけでも一緒に行ってもらえませんか。はい、おおいいんですか。え、いいです。よかったよ。え、すごいね。行けちゃってましたよ。すごいね。すごいっすね。服装とか髪の毛って大事っすね。大事っすね。はい、今ちゃんもありがとうございます。まあ、こっちでね、あの連絡先だけ交換して、はい、また後日ご飯行ってください。お願いします。はい、ということで本日1日こにっちゃん改造計画終わりました。いや疲れた。疲れたっすね。いやすごい変わりました。普通自分で言うやつちゃう。でもだいぶ変わったよね。いや変わりました、変わりました。しかも最後さ、はい、アパレル店員さん、はい、ナンパじゃないけどさ、ご飯行ってくださいとか、はい、OK もらったね。え、で連絡先もちゃんと交換したもん、ね、いただきましたね。これはもうすごい成功でしょう。もうこれは成功やろ、すごいっすよ。絶対あの今日の朝のこにっちゃんと絶対無理やもんまあ無理っすよね、うん、いやこれでまあそのご飯行ってどうなるか分からんけど、ね、まあでもこれがひろきチャンネルとしてはできることは全部したよって感じやもん、ね、いやありがたいっすね。いやほんまにこれからもちょっとねひろきチャンネルとしてまあまあアイランドとひろきチャンネル一緒にやっていけたらと思うんで、まあ、僕もアイランドチャンネルで何か企画があれば読んでほしいし、僕みんなでやっていこうと思うんで、ちょっとこれからもよろしくお願いします。お願いします。ではありがとうございました。ありがとうございました、はい。